飯旅。This program brought you by Babo and Green. 今回の飯旅は、ガチでまた食べたい。函館道南グルメパート212 Death. Let's get it started. 1. 函館。アンジェリック・ヴォヤージ。やっとこさ食べれます。はい、来るたびに臨時休業みたいなね。そうなの、相性悪かったよね。クレープで賞味期限30分ってどういうことってずっと気になってたお店。これはミルフィーユ好きにはたまらないですね。すごいっす、天才的に美味しい。賞味期限30分、いやいや5分で食べなきゃダメじゃない、これ。それぐらいデリケートね。驚いたわ。何ですかこのもちもち生地は。食感満ちすぎてフリーズしちゃった。甘いものは世界を笑顔にするって。くー、なりますなります。これはもうウハウハクラスじゃないですかね。いやいや、ウヒャッホークラスでしょ。これはどこに出てっても戦えるスイーツだね。函館最強かもしんない。それぐらいのインパクトだったね。メニュー全派制覇しなきゃ。タイプ2。メニュー全制覇しなきゃ。んだ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 。2. ホクト元祖小池。こんにちは。カツカレーを追い続けてうん十年、カツカレーチェイサーことぶっ飛んだカレー好きおじさんです。今日は函館のソウルカレー元祖小池さんが支店を出したということなので、北斗市に来ています。中毒性あるもんねこのカレー。魔性のカレーだと思います、うん、おじさん的にはこのカレーは世界大好きカレービッグ3の中の一件ですね。この元祖小池のカツカレーが基準になって、これを超えるカツカレーを探し旅を続けているわけで、ここ10年これを超えるカレーに出会ってないんですよね。でどうでした？本店とは違う感じがします。はい。どんな風に？なんていうかな、表現が難しいんだけど、うん、皿が違う。いや皿かい。やはりウコン感半端ない唯一無二のザ・ターメリックカレー、変わらぬ小池師匠の美味しいカレーでした。函館みすず。函館といえば一般的には夜景とイカと塩ラーメンですが、おじさんは違います。函館といえば夜景とカレーとコーヒーソフトです。ほんと函館みすずさんのコーヒーソフトは美味しいよね。コーヒーソフトはパート1でも取り上げたんですが、今回初めての駅前店です。同じく美味しいのかどうなのか。実は札幌の函館みすずにも行ってみたんだよね。はい、そしておじさんの舌で確かめてみました。どうやらみすずさんのコーヒーソフトは店舗により異なるようなのですね。うん、違ったね。やはり函館のみすずさんが美味しいです。札幌で食べたことあると思ってるあなた、別物ですよ別物。違いすぎてビビる大きい。函館コーヒールーム菊池。菊池コーヒーさんも美味しいよね。清涼感っていうのかな、ジェロートっぽい感じかな。タイプ2。ジェロート、ジェラートっぽい感じかな。そうだね、こちらはコーヒー苦手系な人でも美味しく爽やかにいただける感じ、すっきりしとる、うん、私こっちも好きよ。再度上磯イオン店にも行ってきたけど、すごいわよねコーヒーソフト三軒はしご。やっぱここが一番やったね。はい、神磯味噌ズ with the best。 なんかフランスなまりね。4. 函館超高校。函館郊外の産業道路からちょっと入ったところにある中華屋さん。ここは地元の常連さんで昼も夜もにぎわってるよね。好きだよここのあんかけラーメン。私も好きよ五目あんかけ焼きそば。久しぶりに行ったらなんと麻婆ラーメンが追加されてて、おお、悩まされました。4分悩んで麻婆ラーメンに決めたはずだったのに、店員さんが来たら口が勝手にあんかき焼きそばって。冒険しない女なんだよ。出た中やだって、口の中はさあんかけでいってるから、私の意思では制御できない状態になってたのよきっと。不思議な出来事だったな。ほんまかいな。
決して特別ではないけれど上品な感じでやっぱり好きだな。これだよね、あのあんかけラーメンもめっちゃうまいぜ。月1ぐらいは無性に食べたくなるよね、うん、特に冬は。そうね、冬のあんかけラーメンよだれもんね。ここ数年さ、小樽の経営とここでしかあんかけ焼きそば食べてなくなくなくない？なあ、そうかも。どっちも美味しい。その2軒が隣同士だったら究極の選択。めっちゃ迷うね。機内食のビーフオアチキンぐらい迷う。あー迷うね、機内食ね。あれ実はね、すっごいたくさんの選択肢があるんだよ。事前に申し込んでおけばアナの場合20種類くらいのメニューから選べるそうよ。20種類？うん、ベジタリアン、ビーガン食はもちろん、うん、宗教やアレルギーに応じての特別メニューや、あら、低脂肪、低塩、低糖質、低カロリー、グルテンフリーやら、まちまち細かいニーズに応えているんだって。はあ。でも、ぶっ飛んだカレー好き用ってのはないみたい。なんだよ。5. 函館朝市。函館の朝は朝市からスタート。ベタですが、でも観光客がまだまだ戻ってない感じがしたね。平日だったから余計少なく感じたね。うん。千勝さんって以前住宅街で会員制のお寿司屋さんをやってたんだって。知らなかった。それにしてもビトンすごかったね。ああ、ビトンビトンだったね。ここはシャリも小ぶりだし、ちょちょっと食べれていいよね。大将も優しいし。うん、本格食いでもちょいつまみでも使い勝手がいいよね。朝から飲めるしね。うん、イカ釣りして寿司食べてラッキーピエロ行ってみたいな。観光客には朝食のイメージだけど、函館ピーポーは朝まで飲んで朝一で締めるパターン結構あるみたいだね。すんごいパワフルね、函館ピーポー。でもいいわね、それ楽しそう。 6. 函館マサラカリス。マサラカリス、合衆国副大統領の。それはカマラハリス。ここは友達が教えてくれた無水カレー屋さん。普段あんまり汗かかないんだけど、ここのはスパイスパワー炸裂だわ。珍しいね、そんな辛いの言った？いや、ブッシュって下から4番目のにしたんだけどね。大辛ってやつ？ここの辛さ表記って変わってるよね。ブッシュにココティとか、かわいいよね。調べてみたらレゲエのアーティストの名前だった。あ、そうなの？雰囲気的に確かにレゲエ一色だもんね、うん、カレーもスパイスはもちろん鶏肉もホロホロにほぐれてるのにしっとりで美味しいんだよね。札幌の某無水カレーとどっちが好みだい？むむむむ、私はマサカリ派かな。金太郎、おじさんはカマラハリスよりマクナニー派だな。へ、ほんとめんどくさい。なんとなくいろいろ南国イメージだけど、オーナーは有名なスキーヤーらしいぜ。え、そうなの？ワールドカップやオリンピックを転戦した日本代表級スキーヤーだってさ。へえ、じゃあ世界のゲレンデで技を決めてたわけね。カレー 7. ナナイラーメン花水木。9号線赤松街道にございます。振動できてから通らなくなったよね、赤松街道。うん、懐かしい。昔よく渋滞してましたね、函館を目指す車が多くってね。そうなんだ。札幌の若者は彼女が変わるたびに大体まず函館ドライブですからね。そうなの、初めて聞いた。そんな赤松街道にありますおじさんが函館で一番好きなラーメン。私も好き、ここのラーメン。煮干しも美味しいし、私も美味しいし、別格に好きだね、ここのは。でも函館言うたら塩ってなるじゃない？ここの塩も美味しいよ。函館の昔風の塩ってなるじゃない。それはもう卒業しました。確かにね、イメージ的には札幌味噌ラーメンイメージでしょ。うん、でも実際札幌人に人気があるの最近では煮干し系だったり鶏白湯だったり、うん、家系が人気出てきてたり、ツバメ系来てたりね。函館も同じだよね。塩の函館はもうとっくに卒業してて、おのおの好きなラーメンを食べるんじゃないかな。もちろん初めての函館なら塩ってなるだろうけどね。はい、函館は五稜郭や函館公園での花見好きだし、うん、ラーメンは花見好きさ。8. 函館チュエットカカオ。五稜郭公園のそば、
って言えばそばだけど、大きな通りに面してないからね。そうね、ちょっと分かりづらいかも。函館ピーポーのお祝いごとにこのケーキはよく出てくるよね。そうかも、あの長いロールケーキよく見るよね。インパクトあっていいよね、手頃だし。さすがチョコレート屋さん、このケーキ濃厚すぎて鼻血出そうなぐらい美味しい、大好き。ショコラオランジェレモンタルト、やべえ食いすぎだ。しょっぱいのなんか食わにゃ。ほれ、せんべいせんべい。長野パープルとチェリー入ってるの、ブランデーかなあれ。 25cc ぐらい入ってんじゃねあれ。デンジャラスだね。これ運転手はね、食べない方がいいですね。うん、そうね、飲酒運転で捕まっちゃいそう。同級生の島田くんは酒気帯び運転で捕まって、うん、ウイスキーボンボン食べましたって言い訳したんだけど、うん、みんな口を揃えたようにそう言うんだよとおまわりさんに怒られたそうか。で、どうなったの島田くん。6ヶ月の免停になった。昔の話だからね、今なら取り消しになってたかもね。9. 函館吉田商店。函館のスープカレーといえばこちら。店内が学校みたいで可愛いしね。そうだね、独特の風味が個性的なスープカレー。トータルバランスが札幌のと似てるというか、安心して食べれるスープカレーですね。うん、そうね、函館スープカレーはちょっとしょっぱい系のお店が多くて。そうだね。ね。クイティアオがあるのも魅力的だが、なぜかいつも品切れ。食べれたことは一度もありません。はい、ベーシックなチキンレッグをいただきました。今回は辛さ2でちょっと控えすぎちゃいましたけど、チキンホロホロジューシーで切れ目が入ってて食べやすいんだわ、ここんちの。いいね、個人的にもうちょいパリッと焼き目が欲しいかな。そうだね、パリカは美味しいよね。なんといってもたっぷり野菜が嬉しいスープカレー。スープカレー、これもある巨匠が作り出した札幌ソウルですね。アジャンタ発祥と言われてるけど、アジャンタよりはだいぶ後になるけど、スープカレーというメニューをメインに1993年に開業したマジックスパイスが聖地と呼ばれるのにふさわしいんじゃないかな。そうなの？詳しくは札幌パート2でね。はーい。 10. オシャマンベイデリー57。オシャマンベイ駅前にあったオシャマンベ食堂のカレーがいただけるということで訪れました。はい、オシャマンベ食堂の初代は青函連絡船の厨房で働いていたそうで、青函連絡船のカレーの味を再現したというのがオシャマンベ食堂のカレーなんだそうです。知らんかった。そのカレーのレシピを初代のひ孫にあたる方が引き継いで再現したものだそうですよ。駅前って言うけどちょっと分かりづらいよね、ここ。 Google 先生いないと厳しいね。ソウルフードのカツカレーも魅力的だが、白ワインの効いた大人の味って気になるじゃん。昔ながらの喫茶店ナポリタンじゃない、さっぱり系ナポリタン、まさしく大人の味。ケチャップの甘ったるい感じじゃないやつね。子供の時甘口カレー卒業して中辛にデビューみたいな感じ。大人の味ってこんなんなんみたいな。イタリアン系のトマトソースパスタともちょいと違うんだよね。違うね、うまく説明できないんだけど、生姜一ナポリタンであることは間違いないわね。ただ結構気まぐれ営業みたいな感じなので。そうだね、通るたびには寄るけど打率中田翔って感じ。いや、さすがに打率よりは空いてるでしょ。でもいつもやってて美味しくないお店よりホームラン打ってくれるお店が好き。お、なんか名言っぽいね。てへ。11. 函館大黒屋。楽しみにしておりました、やっと来れた。ジンギスカンを食べに旭川へよく行ってた我々にとっては朗報。でも函館で大黒屋さんって不思議な感じだね。キングオブジンギスカンですね、やっぱり。迷うことなかれ、肩ロース一本勝負。はい、それが我々の流儀です。ちゃんと焼きのレクチャーもしてくれて、野菜もおかわりできるし。旭川と一緒だったね、おかわりは一回もしたことないけど我々。まあ強いて言うなれば焼き台の位置が食べづらいかな。そうね、何はともあれ美味しいジンギスカンでした。いいな函館ピーポー。大黒屋さん札幌出店予定でテナント探してたはずなんだけどね。何情報それ。札幌にもできないかな。ねえ、全力で熱望、嘆願書出そうかな。 12. 函館ジェノーバ。北
海道で一番眺めのいいロケーションのレストランなのではないでしょうか。藻岩山頂レストランザ・ジュエルズかここかだね。グリーンは N43 も好きだけどね。ああそうだね、ここも内容はさておきスペシャルなディナーになることは間違いなし。冬の方が綺麗だよね、イルミネーションあるから。そうだね、イルミやツリー花火もクリファン時期は毎日だからね。クリファン？栗山さんはもう日ハムじゃなくて侍ジャパンよ。クリスマスファンタジーのことさ。あ、毎年12月1日から25日までクリスマスファンタジーが開催されるんだ。ベイエリアに大きなツリーが飾られて毎日花火が打ち上げられてね、函館が一番ロマンティックな時期なんじゃないかな。そして意外なことにレストランの予約が結構スカスカだったりするんだよね。そうそう、何年か前のクリスマス当日に予約してくれたもんね。直前だったのに予約が取れて逆にびっくりだったよ。こんな贅沢なロケーションなのにね。今回はアラカルトでオーダーしましたが、ディナーコースは8000円と1万円、クリスマスも同様だったと思います。世界三大夜景完全制覇は死ぬまでにやっておきたいことの一つだね。そうだね。ところで誰が三大夜景って決めてるの？日本の三大夜景の場合は夜景観光コンベンションビューローなる団体が全国の夜景観光士6102名の投票結果から上位3都市を認定するもので。誰？夜景観光士初めて聞いた。3年に一度の投票で更新されるんだそうで、2021年に更新された現在の1位はなんと、なんと北九州なんです。函館はまさかの8位。マジで？で、同団体の選出した世界新三大夜景は、はい、上海、モナコ、長崎。ん？なんかモンドセレクション臭い匂いがするわね。匂う。臭い。調査する必要がありそうだ。次回のメシ旅は、ガチデイマータタバサイ。札幌ごくうまグルメパート2です。お楽しみに。 See you soon。 よく若い頃飲んで遊んでた外国人ニュージーランドの子たちがいて、で、まあ、土曜日の夜つうといつもの行きつけの店に集まって飲んでる。おじさんその時は行ってなかった。で、暑かったんでしょうね、海に行きたかったんでしょうね。で、電話かかってきて、ちょっと来いと、車で来いと、海に連れて行きやがれと呼び出しがまあ俺も嫌いじゃないから、まあ外国人の女の子たちとね海に行くなんていうのは初めてのことだったんで、まあ、ちょっとテンションを上げながら行ったわけですよ、はい、運転手だから酒飲まなかったんでね、都市ラフですからね、はい、みんなもう酔っ払っててハイなの、ね、海に着いたなりみんなもうね、水着なんか持ってきてないんですよ、飲みに来る体で。そうだよね、来てるから勢いで全部もう脱ぎ出して、海にどん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 飛び込んで行っちゃうんですよ、女の子たちが。全裸ですっぽろぽんで、すっぽんぽんで、もう暗いからあんまりはっきり見えない、そうだね。あっけに取られて呆然と俺はビーチで立ち尽くしてたよねそしたら何やってんだ、来い来いと、早く来いと手招きされて、いや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 と、こんなところで俺の粗末なものを披露しなきゃいけないのかと。どうしたのそれで。確かこう隠しながら恥ずかしそうに海に入っていったっていう情けない思い出ですねいい思い出ですね青春の1ページですね。ね、はい。